はい、本日は前回紹介しました自宅にありますワンピースのフィギュアですね。前回紹介した動画は下の概要欄に貼り付けておきますので、まだの人はよかったら見てください。で、この大量のフィギュアなんですけども、これは2階にの部屋に飾ってありまして、でこれだけ大量のフィギュアを置くと家にどんな影響があるかっていうのを今日は見ていきたいと思います。では早速フィギュアの真下の部屋に移動してみたいと思います。ここがフィギュアの真下の部屋になります。ちょうどここが同じ入り口の部分です。部屋ので、ちょうどここにワーコレの棚が飾ってあるような形なので、このラインですね、このラインちょっとここに服が置いてあるけど、このラインに沿ってフィギュアが置いてあることになります。で、一番ダメージを受けてる、一番見てもらって分かりやすいのがここのドアになります。いきますね。普通このドアはこんな形普通に動きます。で、先ほども言った一番ダメージを受けてるここのドアを試すと少し硬いです。やっぱり沈んでますね。こんな感じで少し硬いのが分かります。はい、まずは硬くない普通のドアです。音とこの滑らかさ、滑りの速さで見ていただければ、普通のドアはこんな感じに開きます。では次、硬い方の、はい、では次フィギュアがある、フィギュアがちょうど真上に、ちょうど真上にこの列にある、ここの問題のここのドアです。では開閉してみましょう。ほら、この音です。そしてちょっと引っかかるね。少し物を上どけたので多少はいいんですけど、ちょっと硬い音がします。ほどほどにしないとマジで床が抜けちゃうので気をつけてください。